はい、ということでですね、今回はですね、いつもね、自分、ハーフツインがデフォルトじゃないですか。こいつハーフツインしかできへんのかっていうぐらい、ハーフツインしてるじゃないですか。まあ、それは、なんかまあ、キャラ付けっていうのもあるんですけれども、まあ、普通にね、ハーフツインでしかなんか自分じゃねえみたいになっちゃったんですよね。謎の。なんでやねんってなると思うんですけれども、だからハーフツイン以外の自分は自分じゃないみたいなところがございましてですね。そう。で、今回はね、まあ、結構髪の毛下ろしてるのでね、まあ、定評があったのでですね、今回は初めね、一発目、髪の毛下ろしてるっていうことなんですけれども、どうでしょう、これ。なんか自分はね、あんまりこの、おもながに見えるっていうかね、おもながに見えるじゃないですか、この髪の毛長かったら。なんかだから、あんまり好きじゃなくてですね、はい、あんまやんないんですけれども。ちょっと関係ないね、関係ないじゃないですか、髪の毛。関係のない酒を飲むんですけれども、まあ、これはこれもデフォルトなんで、これはちょっと許してもらって いいですかね。はい。やっぱりね、でも髪の毛をこう下ろすと、風とか吹くじゃないですか、こう歩いてたら。で、なんかシャーンってなるじゃないですか。もううざいんですよね、それが。まあ、ハーフツインもそうなんですけれども、何が違うかって言ったら、やっぱりこうやって髪かくときにこう貞子になるんですよ。もう前見えなくなるんですよね、これが邪魔で。だからこうハーフツインをすることによって、こう前すごく見えやすくなるみたいな感じでですね、これはすごい不便やなって思いますね、髪の毛下ろしてたら。どうでしょう、皆さん、これこういう感じ、こんな感じですね。で、こう、まあ、耳をかけましたら、こんな感じです。こう、片耳。これ片耳かけている。で、こっちが、これ両耳ですね。両耳かけているっていう感じなんですけれども。で、こうなりますね。うん。あ、これでトン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 と行きましょう、次で。はい。トン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 行って、いろんな髪の毛ね、髪型か。いろんな髪型ね、やっていきたいなと思うんでね。まあ、次は、何しようかな。これがね、これが一つくくりですね。こんな感じ。ここね、後ろ、ちゃんと、やってみたいなのか。まあ、これは、まあ、意外とね、仕事したりするときは一つくくりしてますからね、こうやって。まあ、これが一番楽っていうかね、うん。髪の毛、こう、髪の毛描いたときも、もう、これ邪魔ですけど、まあ、これも、まあ、髪かけるときあるんですけれども、まあ、これはちょっと自分、エラすごい気にしてるんで、ちょっと、これはデフォルトで活かしてもらっていいですかね。はい。やってきました。これがね、ポニーテールなんですけれども、これ分かりづらいですよね。やりづらって思ったんですよね。こういう感じ。こんな感じですね。こういう、ほら。こんな感じ。まあ、揺れるみたいな感じですね。まあ、これで人殺せそうな感じはしますよね。なかなか自分髪の毛長いんで。これでね、ヘッドバンディングとかしたらね、普通に、盛り上がると思いますね。これ、こういけんちゃう？こう首揺らしたら。はい、いきますね。ちょっと扇風機みたいなのやりたい。いきます。あ、いけるーこれで、人を殴り殺しましょう、みんなで。こんなんで人死ぬわけないけどな。ね、じゃあ次の髪の毛はですね。あとは、大下げとかですか？どうなんでしょうね。ほい。どうでしょうあ、でもこれめっちゃ清純派に見えません？え、これなんかあんまりやったことないんですよね、こういう髪型。え、めっちゃなんかクラスで優等生な女の子に見えません？こうやって本読んでさ、学級委員長みたいな感じでさ、こうやって、あなたそれ、校則違反ですよっつって、学校で酒飲むのダメですみたいな感じで、やりたいですね。え、言ってそう、これめっちゃ。マジで模範解答生じゃない？もうね、これほんまに、学園物語で出てきてもおかしくないですね。学園物語でやったらほんまに生徒会長ぐらいのね、勢いあると思います。何の勢いって感じなんですけれど、生徒会長こんなピアスバチバチやったら、死にますよ、その学園。崩壊しますけれども。あ、すいません、これちょっと別名なんですけれども、これは、巻き巻きハーフツインというのもね、まあ、したということでね、まあ、動画にね、まあ、ちょうどいいから収めようと思ってね、これ、巻き巻きハーフツインです。これね。はい。まあ、どうでしょう。あんまりね、自分巻くの上手くないんですけれども、なんかこの、波打ちウェーみたいな、この、バッパッパッパーみたいなやつが、まあ、結構ね、手首のスナップいるっていうか、まあ、結構職人技だと思うんで、まあ、これね、めちゃくちゃ上手い女の子はほんまにいい人だと思います。はい。っていう感じでね、ほら、こういう感じ。まあ、ここのね、ちょっと茶色がね、なかなか色落ちがね、してきたんで、まあ、黒染めしたいなと思ってる所存ではあるんですけれども。はい。っていう感じでね、これ。はい。バキバキハーフツインでした。これなんか、もえもえキュンとか、なんかこのアイドルっぽそうじゃない？これ青春派アイドルみたいな、王道系みたいな、こう、イエーイみたいな感じじゃないですか。はい、すいません。ハーフツインでした。
あ、はい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 、来た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 。これ、あの、三つ編み。三つ編みお下げ。あ、こっちの方が生徒会長っぽいですかね。え、どうなんでしょう皆さん。どう、ここだってメガネかぶったらさ、メガネあるこれメガネかけたらめっちゃよくないですか。あ、全然目見えない。あ、でもこれ。え、これ名探偵こんなんじゃない？トゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥ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 。俺は高校生探偵工藤新一。同級生で幼なじみのモールと遊園地遊びって、あのなんか黒ずくめの男が、なんか、あ、俺は取引現場を見てしまった。で、それでなんか、あの、夢中になっていた俺は、なんか後ろから、なんか背後から来るもう一人の敵に気づかなかった。たった一つの真実魅力、見た目はこの頭脳だ。それは、名探偵コナン。来たね。これ名探偵コナンやね。これめっちゃ目小さく見えますね。ほら。え、あんまり？え、おもろこれ。めっちゃ目小さく見える。まあ、どうでもいいからさ、そんな。タラテン、タン、タラタン、タン、タタン、タラタラタタタタタタタ。CM 行くときのさ、ずーっと音めっちゃよくない？まあ、次行きましょう、やいと。あ、これめっちゃいい。あ、もうデコでこれでいこうかな。あ？おいお前。どこ中なんだよ、お前。あ？ああ。これどこ中やな、絶対。お前どこ中なんだよ。タタ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 タ。ええ、こいつは何を言ってんねやろうって思いますね。はい、こんな感じでね、まあ、お下げ編は終わったわけなんですけれども、あと何があるかな。あ、ツインテールとかします。あー、安心する。あー、安心する。見てください、これツインテールに戻ってきました。やっぱりね、ツインテール安定するね。安定じゃないか。安心するね。なんかこのお下げもなんかちょっともう、もうすごい自分じゃないみたいなんで、もうこれ、ツインってやな、やっぱりこれ。やっぱな、俺はツインで行くで。もう何歳でも、40歳でも、俺はツインで行くんだ。本当にね。だって今年で自分、23ですよ。23で、こんなツインって、高いツインってしてるやついます。まあ別にいいんですよ、自分は。セーフだと思ってます。あの、絶対お酒買うときに年齢確認されるんで、まだなんか見た目的には多分18とかそこら辺止まってるんですよ。だからまあツインってしても、まあでも18のツインでもな、まあ、いいねんやったらなんでも、やったらなんでもええと思ってるからさ。っていう感じですね。今回はね、こういうなんかまあ、パッ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 と進んだ感じのね、いろんな考え方してみたっていうね、特別にね、皆さんの要望を答えたっていう感じなんですけれども、まあ、自分もね、いろんな考え方してみたいなと思ってね、やった所存なんで、まあまあまあ、もうこれがね、YouTube ですよ。はい。バカうざいねんけど、これ多分、他、あとで編集してるときめっちゃうざいと思うわ。うん、まあまあまあ、そういう感じでね。いかがだったでしょうか。今回はね、こういういろんな食べ方してみたっていう感じですね。まあ、お下げ、自分的にはね、お下げとかしたらね、すごいなんか、学級委員感出たんで、はい。いい感じやなと思いますね。で、これ、メガネもつけてと。これ。トゥルトゥーントゥーン、トゥルトゥーン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 。俺は高校生だって、工藤新一。幼馴染で同級生のモーリランと、なんか遊園地に行って、なんか、あ、なんか、黒ずくめの人が、あー、注射刺されてしまった。頭は子供。あかんわ、もう。もうさ、見た目も子供やしさ、もう頭脳もアホなんよ、もう。めちゃくちゃアホそうやな、これ。これめちゃくちゃアホそう。まあ、ということでね、はい、もう閉めよう。閉めましょう。早く。見てくださった方、ありがとうございました。それでは、さよなら。